はい、どうも、妖怪チプニプニ、今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回ね、おはじきイベントということで、まあ、いつものね、元気ドリンク入手方法についてやっていきましょう。ちょっと今回はね、前回と違ってゴルフではないので100個ドロップはしないんですけど、まあ、その分ね、火力はこっちの方が多分あると思うので、まあ、ただちょっとこのランキングご褒美とかね、なんかこれは不正やってる人の不正ホイホイじゃねえかななんて思っちゃうんだけどね、ランキングね、火力のなんかあれね、ランキングで出てますけど、今回ね、無課金攻略のための元気ドリンク入手方法についてちょっと話していきたいと思います。まあ、それでもね、私いつも参加、無課金攻略でおはじきやってまして、一応ね、前回の、この進撃の巨人コラボで、あん時今回でいうアルミンの役がジークだったのかな、3赤ジークと、一応3赤ね、今回の封印と同じなんですけど、エレンをね、ゲットしてまして、一応無課金でね、達成をしておりますので、まあ、今回もね、無課金で、ちょっとあの頃よりはね、難易度上がってますけど、はい、ぜひね、頑張ってやっていきたいと思います。まあ、コラボはね、元気ドリンク落ちやすいですし、ガシャもね、いつものイベントよりは出やすいので、まあ、3赤ね、これ、前回のね、トーマンジコラボもね、東京リベンジャーズか。それも、一応3赤ね、なんだっけ、芝、ゲットできたし、あと、ハネミアもゲットね、前回してますんで、はい。おはじき系イベントは任せろということで、今回も無課金から頑張っていきたいと思います。だから前回はね、両方とも12がいけたんだな。うん、これね、芝ね。今回、まあ、ダブルスキル、あ、そっか、あるか。はい。なんで、そんなとこかな。じゃあ、まずちょっと進捗から話しましょうかね。それで、進捗的には、まあ、初日なんで、13の、まだ交換しなくて、元気ドリンク0個ですね。で、今回、元気ドリンクは1個と、交換がね、7個で9個。で、あと、ログインボーナスで1個で10個。ゲットできる感じですね。はい、よいしょ。ということで、元気ドリンク1個2個、まあコラボはね、いつもの普通のイベントのおはじきよりも落ちやすいので、はい、ぜひ頑張りたい。いきなり4個ドロップしてますね。いいんじゃないでしょうか。はい、ということで4個ドロップしてますね。まあちょっとまず進捗をお伝えして、そこから、はい、お話したいと思います。じゃあちょっと2番目のアカウントも紹介します。はい、これ2番目のアカウントで、現在、ミカサ17回で、これは4回か。で、元気ドリンク0個で、よっこいしょ。うん。これで1個、2個、3個ですね。はい。これだけで7個ドロップになりましたね。2アカウントでね。はい。いいんじゃないでしょうか。なんか、ミカサが今回特攻ですしね、いいんじゃないかね。いいね。これはあれですね、 S ランク隠しステージですごい必要ですね。で、一応ね、このアカウントはこんな感じで、同じくね、前回おはじき系イベントはね、やたらクリアしてまして、でかね、芝とこのハネミアだっけ。で、あとね、これサブアカなんですけど、まあ見てれば分かるけど、まあまあまあコラボキャラが多いっていう感じかな。はい、基本はクリアね。もうコラボしかクリアできないっていう感じかな、今。で、シリーズじゃないな。2回連続間違えたな。で、このアカウントもね、前回はちゃんとエレンと、このジークね、ゲットしてますね。これはアルミンだけだったな、特攻がな。まあ、昔はこれぐらいでもゲットできたんだよな。今、封印がすごい難しいよね。はい、じゃあ、ちょっと3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、現在9回の0回。あ、4回で0個ですね。まだ交換はしてなくて。よいしょ、4、3個とドロップして、1個。あれ1個 ?2 個ですね。はい。432。9個かな。ドロップになってます。
まあ初日10個は硬いので、まあいいんじゃないかなって感じですね。で、一応このアカウントはリバーイさんがいて、結構いるね。で、俺間違えて、そう、この子がおはじきのあれだと思って、ね、2000ワイポイント使ってレベル上げしちゃったんですけど、しかも技レベルも4に上げるっていう無駄なことをしてしまいましたが、これだけちょっと気をつけましょうって感じですかね。おはじきじゃないので上げなくてよかったのにっていうね、そんな感じですね。まあただジークがね、なんといっても限界突破7してるので、これはありがたいし、エレンもね、この機会に技レベルをマックスにしました。もともとね、種族アップ妖怪なんで、もういつ上げようかなと思ってたんで、ちょうどいい機会なんでね、技レベルマックスにして、非常にもう通常のあのミカサ、覚醒ミカサ対策はバッチリだなっていう感じでね。これはあれだね、普通にポルコの方がいいのかな。はい、こっちのこれもあるし、はい、こんだけ小特攻でもね、こんだけあると火力がねかなりあるので、はい、いい感じですね。これ3番目のアカウントなんですけど、まあウォッチがね全然やっぱりサバーカなんでないって感じですけど、かなり強力な小特攻が揃ってるって感じですよね。はい、そうなんで、こんな感じで、はい、3アカ通常のね、覚醒なんちゃらは全然いけそうですね。で、一応このアカウントもね、さっきも言いましたが、芝ゲットしてて、まあ3アカね、3アカ3マイキーゲットしてるので、まあという感じでね、コラボは当たりやすいのでね、他のイベントよりも。なので、ちょっとそれも期待したいです。ハイバルもいるし、そう、コラボはね、あ、ちゃんとアムロさんもいるしさ、大して回しないんですよガシャなのに。あれなんでね、コラボ非常に、ガシャもね、ちょっと私初日はパスしますけど、ガシャもね楽しみにしたりしております。はい、じゃあちょっとメインアカウント戻ります。はい、メインアカウント戻ってきました。4個3個2個でね、9個ドロップなんで、ほんと上々のスタートですね。で、一応元気ドリンク入賞方法は、まあさっきも言ったけど、この交換がね、9個と、あとログインボーナスがね1個交換できるはずで、3日目にあるね、これで10個はドロップ以外にもゲットできます。で、あとはこれですね、ワクワクボックスキャンペーンっていうのがあって、これが3時間ごとに2回なんで、まあ1日割と何回か見れると思うんですけど、これがね、大体ね、私3アカで、そうだな、5個ぐらいだね。だから1アカウント1個か2個ドロップするぐらいの、いつもね、そのぐらいのドロップなので、まあ3アカで5個、1アカウント1、2個で、見通すといいのかなと思ってます。そんな感じなんで、まあ、ちょっと初日でね、10個落ちて、3か10個で、まあ、毎日10個落ちたらね、150個ドロップっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとゴルフと違ってね、ここはおはじきはそこまで落ちないので、まあ、3か20個ずつ60個ドロッププラス、まあ、10個ね、交換でいけるって、まあ、90個で、あとプラスで、プラスアルファ10個で100個か。まあ、100個で3アカできたら、レベル12、12回まで3アカ回せればいいかなと思いますかね。はい。なんで3アカ100個で。まあ、まず特攻を出すところから始まるんですけど、まあ一応ね、私は無課金でプニプニはやってるので、まあそれまではね、基本的に、お助けをして、お助けがね、いなくなったら自分のをやるって形で、で、私、このね、すぐにバトルってやつを、やらないようにしてて、こうやってね、ヒットポイントがね、見えるので、これ、ヒットポイント見るように、このすぐにバトルのボタンは、なるべく使わないようにする感じで、私はやってます。で、今回ね、しかも、結構ドロップしてるんですけど、やっぱりこのね、特攻、小特攻たちがでかいので、まあこれはね、まあ、前回やっていた人にはかなりアドバンテージがあるんですが、まあこのね、S ランクのやつでも全然強いしね、マップに散らばってるので、とにかくね、この、まあ兄がいたらね、それの方がいいんですけど、この小特攻、しかもみんなムキムキの小特攻なんですよね。なので、まあ私もよくよく見ると、ライナーとかピークとか、持ってないんですけど、はい、この小特攻たちをね、うまく使って、あとはね、こっちのアルミンとのね、やつも、早くゲットして、なんとかしたいなっていう感じですけどね、まあ、ほんと、
リヴァイも ZZZ だけじゃなくて限界突破もしてるムキムキのリヴァイなんで、はい、かなりダメージね、うん、与えられるので 3,4 戦いくよね。このエレンも今回で技レベルマックスにして、うん、っていう感じなんでね。で私このアカウントだけねジークねやってないんだけどね、はい、まあそれでも技レベル6なら十分でしょうということで、はい、かなり、うん、もう1万ぐらいねあのお助けパワー5であるんで、まあ、それも今回は有利かなっていうところです。でごめんなさい、で入手方法についてドロップしやすいやり方としてはごめんなさいね、先にこっち話すべきだったね。一応リヴァイが言ってる通りおはじきとやらは半分以上ダメージを与えるとご褒美が増えるってことで、まあ確かにそれは間違いではないんですけど、もうこれはね、もう私の経験則で言うと回数です。もう数をどれだけこなせるかっていうところです。ただ一応ね注意してほしいのが、ゴルフは同じ相手だから自分のサブアカバックをお助けしても落ちるんですけど、おはじきってね自分のねサブアカバッカーお助けしても同じアカウント同士でお助けしても落ちないんですよ。なのでこれいつも言ってるんですけど、いろんな人をお助けしてください。なので私はそんな感じでやってます。であとねもう一個重要なのが、助けてもらうのも重要なんで、今みんなね多分火力かなりあると思うので、まあ4550ぐらいだったらね今簡単に倒せると思うので、ポコッとね置いてたらフレンドさんとかが倒してくれるので、倒してもらうのもすごい重要なので、まあなんだったらね1000とか2000ぐらいに刻んでそこにポイッと置いといてたら結構フレンドさんね倒してくれるので、はい、倒してもらうのも大切にしてください。でいろんな人を助ける、助け倒してもらう、であとこれはね私だけなのかもしれないですけど、リヴァイはこう半分以上って言ってるんですけど、ね半分以下でもいいんですよ。一番大事なのはね、私にとって一番大事なのはとにかくとどめを刺す、お助けでもとどめを刺すといいので、なんかとにかくね残りヒットポイント10でも20でももう半分以下でも何でもいいので、もうとどめをねどんどんさ、フレンドさんのやつ、自分のやつ、自分のサブアカのやつ、どんどんねとどめを刺すをやってみてください。とどめを刺すで私はね結構ドロップしてるので、はい、そんな感じですね。なのではい3つですね、いろんな人を助ける、いろんな人から助けてもらう、とどめを刺す、この3つをねやって、まああとはねおまけで、まあなるべくアルミンやってるなってあったらもう少しの刻みでもいいので助けてあげる。まあね一応ゲームとしてはアルミンを半分以上削って丸々と倒すのが一番落ちやすい、半分以上削るのが落ちやすい、半分以下アルミンでミカサ丸々半分以上半分以下っていう、そういう確率はそういう順になってるんですけど、ただ結局はね数をこなせばそれが乗り越えられるので、まあそこはね、まあ、ぶっちゃけあんま気にしないでいいかなと。その半分以上削るとかよりももうほんといろんな人を助けるの方を重要視してくれるといいかなと。無課金の人ですよ、無課金の人はそうでいいと思います。はい、そんな感じですね。でとあとはなんだっけな、で今4500とかヒットポイント低いんですけど、まあ普段なら高いんだけどね、今回特攻持ちが多いので、まあ、今後ね、ヒットポイント高くなってくるので、私がやってるのはね、自分今3赤使った無課金攻略で3赤使ってやってるので、で1人のフレンドさんに対してね3赤友達になって、そうトリプルアタックで倒せるので、今回多分火力が3赤で1万ずつで3万いかないぐらいはね、お助けパワー5で5ずつであるので、だから3赤でお助けしたらもうかなりの確率でミカサは倒せると思うので、そうお助け機会がね損失が少ないので、私は1人のねフレンドさんに対して3赤友達になるようにしていますね。それでお助け機会をね増やしてますね。特にアルミンとかが出た時はねもう3赤でぶつけたいんですけど、まあその辺はね私スマホ2個持ってて、スマホ2個でねはいやったりしてます。ほんと電車乗っててねスマホ2台でお助けしてると気持ち悪いって見られてるかもしれませんけど、それはしょうがないけど、ただ今回ね引っ張ってビヨヨンってやったパイプなので、片手でね操作ができるんで、ほんとスマホ2台お助けがねやりやすくて
すごい助かってるんですけど、世間の目は冷たいかもしれませんね。はい、っていう感じで、とりあえずね、私は無課金でやってるので、基本お助けをして、でさっきも言ったけど、同じ人相手ばっかりお助けってのも、まあ自分のサブアカじゃなければフレンドさんだったらね、もう全然気にしないで、とにかくね、いたら助けるみたいな形でやってって、そうですね、前半戦はもう今回ね、初日で10個落とせるので、はい、最初の3日間で30個目標でね、はい、やっていけたらなと、交換なしドロップね、30個でやっていけたらなと思っております。そんでね、一応5までは元気ドリンクなしでやって、まあ6から、まあ6もできたら使いたくないですけど、まあ6から元気ドリンク使ってって、まあとりあえずね10を目指して、で後半になったらね、特にこういうコラボのラストチャンスってめちゃめちゃ最後のガシャがいいので、そう、最後にうまいことね11、12までいけるといいなと思ってます。後半になるとね、もう今言っちゃうけど、ミカサのレベルが40を超えていくと結構ミカサでも落ちやすくなるので、まあ、後半は後半で倒しにくいんですけど落ちやすいっていうところがあるので、まあ、そこは今回ね火力がかなりミカサについてはあるので、ちょっと後半のドロップもねかなり期待してるんでね、私今のところ目標は3赤12クリア、かつねなんとか特攻出してね、エレンも3赤エレンも今回目標にしたいなと思います。前回のね芝3赤ゲットみたいに頑張っていきたいと思ってます。一応私はね初日のガシャをスルーして、そこからねやっていきたいと思ってます。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。皆さんね、無課金攻略頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら。